どうも楽しみさんです、えー、今回ですね住む環境住環境のですね重要性について話をしていきたいと思いますまあ今回ですね、えー、まあ住む環境という時にですね私自身が一番大事にしているのはそのまず街のエリアですね、えー、そこのカフェとかですねそこで歩いている方仕事をされている方のですね顔の表情とか、まあ、歩くスピードも含めてですねまずその街の雰囲気というのを感じに行きます で行った時にカフェとか行ってそこのお客さんだとかもしくは店員さんの対応だとか見ててあなんかこのエリアいいなと住みたいなと思ったら、えー、その物件のですねその周りの探索というのを始めていきます、まあ、私はですね性質上いろんな人とですね外で会う機会が多くてですね打ち合わせも含めてもしくはただお茶することも含めてでいろんな町のですねカフェとか場所も行ったりするわけですけども松井さんでいうと三軒茶屋というところに初めて行きましたけどもそこ行くと えー、実は渋谷駅からもう5分ぐらいであ近いってこともありますし町の雰囲気とかですね、えー、ちょっと江戸っ子的な人もですね、えー、たくさんいらっしゃったりだとかですねこれ小石川でも同じ,か同じでしたけども行ってあこういう何か元気な、まあ、おばちゃんたちがいるような町にもですねちょっと家欲しいなと思って、えー、早速、えー、内見に行ってですね今、えー、物件実は一軒小石川の方ですね、えー、申し込んだりもしているんですけども、えー、そういったことをやったりだとか。 でもしくは、まあ、六本木でもここも住んで長いんですけどもえここはですね本当カフェとか店員さんとかも仲良くなった人もいっぱいいますしここで働いている方で夜みんな遊びに来る方含めてですね、まあ、非常に元気な方が多いんですね。 でそうするとこういう町に住んでるとなかなか鬱になりにくいというかもう周りが非常に元気ですし、えーまあ綺麗な方かっこいい方も多いですし、まあ、外国の方も多いですしそういったことを含めていくといろんな国際的な付き合いもできていきますので、まあ、この町というのは私自身はやっぱり大好きなので常に事務所とかもしくはもう一つ家ですねを置きたいなと思っているエリアでもあります。 じゃあ実際家を探していくときどうするかっていうともちろんその場所でですね有名な物件っていうのはですね住めるかどうかは別にしてですねまず一旦満室も含めていずれ住むかもしれないので有名なところっていうのは全部一回内見に行きますでそれが将来的な目標になったりもしますしまた入れるようになったらすぐ連絡くださいっていことで言うこともできますし大体、まあ、人気物件っていうのはもう埋まってますので待ちウェイティングリストにまず入れてもらって待つということになりますで大事 大事なのはその物件を選ぶにあたって数比術っていうのを見ます。例えば六本木ヒルズエビートの時だったら、まあ、6の12の2だったわけですけれどもこの場合は6たす1たす2たす2ってやると、えー、11番。 という形になるんですけどもこういうダブルナンバーっていうものは特に11番は直感が優れるということでそういう直感的な仕事をする時には向いてると言われてる住所だったりロポギルズシードに住んでる時には、まあ、6の12の3という数字でしたけどもこれは 6+1+6、えー、の12だから 6+1+2+3 ですねとなると12番ですのでそれをまた分けて 1+2 で3番と、まあ、詳しくはこういうカバラ数比とか、まあ、数比術を見てほしいんですけども3番という住所になると今度はクリエイティブなことをやる新しいこと とやることには向いてるっていてう住所だったりで私の、えー、事務所の住所はですね実は7番なんですけどもそういったところはですねラッキーが知るのが起こりやすいだとかそういった住所でもありますでそういったことをですね、えー、学んでいくと非常にですね、えー、まずエリアを、えー、好きかどうかを調べるその次いい物件というのを調べていくじゃあいい物件って何かっていうと有名物件とその中でも特に絞った数秘術で絞った物件でいくと。 で、えー、そこからですね、えー、家賃交渉とかまあ入っていくわけですけども本当に大事なのはその環境によってですね、まあ、特にお子さんとかいらっしゃる場合には幼稚園とか一つ入れるにしてもですねそこに住まれてる方たちのご子息様ご令嬢様たちがいらっしゃいますのでそこのまあ付き合いっていうのができますし、えー、また自分たち大人の付き合いもですね、えー、打ち合わせとかする時もしくはあ同じエリアですね会社がっていう時に仲良くなっていく人たちも、えー、ここのエリアにお住まいの方たちですから、えー、そういった方たちとですねやっぱり付き合いを作っていきたいんあれば 自分がどういう形で仕事をして、どういう方形と付き合って、普段生活をしていきたいのかということを考えた時にですね、やはりカフェとかそういったものを見てですね、選んで行かれるっていうのは非常にいいかと思いますので、まず、そういう散歩がてらですね、デートがてら、いろんなところを見に行ってみたらいいんじゃないかなと思います。ということで、今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。